こりゃやべえ、ニューヨーク移住の大橋美穂、堂々へそ出し。開放的通学校で披露に、かっこいいです、の声。元テレビ東京アナウンサーの大橋美穂、45が4日までにインスタグラムを更新。先頃移住したニューヨークでのへそ出し、ショットを公開した。この日、大橋は、この服装で学校に行ったら先生に、 その服好き。黄色は幸せを連想させるね、と褒められた。いい歳して、みたいな考え方はもともとない方だから日本でよく奇抜な服装をして突っ込まれていたけど、場所が変わると反応も変わって面白いと綴り、サングラスをかけ古着の黄色のブルゾンの下に黒のへそ出しトップスとパンツというコーデを披露。さらに続けて、 そもそも年齢で人を判断するのが NG だから年齢の話題は一切出てこない。敬語を使ったり相手によって言葉を使い分けるのも日本語の美しさの一つでもあると思うから相手の年齢を全く意識しないことは難しいかもしれないけれどもし年齢が自意識を縛る要素になっている場合があるならそれは解放してもいい声園放かもよって思った次第です。 と、持論を添えた大橋。そんな大橋に、ファンからは、こりゃやべえ、サングラスも素敵です。大橋さんの考え方に賛成です。美穂さんとても可愛い、よく似合ってます。素敵です。すっごく似合ってます。いつもながらおしゃれな着こなしですね。イエローはさらなる幸運を呼んでくれそうですね。やば綺麗です。おへそがちらりも良いと思います。かっこいいです。などの声が寄せられた。